おはようございます。今日1月最後ですね。31日でございます。ちょっと東の空がね結構曇りがちなんでお日様なかなか出てこなかったんですけど、さっきちょっと日が差してポッカポカ暖かくなってきました。昨日和子さんから夕方 LINE 来ましてね、退院は火曜日でお話が進んでるそうです。6日になるのかな、来週とはいえまだまだ1週間近くあります。だいたい10時に退院して、で午後から地域医療の先生とかその辺の方が来ていただいて、看護師さんとかね来ていただいて、そこからスタートって感じみたいでございます。はい、やっと現実化してきました。あとそれまでにね、手すりとかの工事をやってもらえるといいんだけど、間に合うのかな。今日連絡してみたいと思います。もう多分ね、市の、福祉の方での許可下りてるんではないかなと思うんですが、どうなんでしょうか。またね、3人で暮らせるね、嬉しいね。ということで今日は今朝早くというか、もう和子さんから LINE 来ました。昨日はなんかね疲れて寝ちゃったようです。お風呂入ってさっぱりしたのもあったからかもしれないですね。はい、まあ、楽しい日々が続きますよこれから。ほんとね、今日はちょっとミミちゃん心配なんですね。おやつポイントで泊まってアピールするんですけれども食べないんですよ。尻尾も振らないし、どうしちゃったんだろう。お腹空いてないのかな。そんなことないと思うんだけどね、まあ、帰ってご飯いっぱい食べてくれることを願いたいと思います。おやつ食べ過ぎも心配だけど、全然食べないのもちょっと心配だね。どうしたの。なんかちょっとやっぱ調子悪いみたいですね。ご飯も欲しがりません。ビオフェルミンのモッカ食べるかな。食べなそうだな。ちょっとねんねしてな、お腹すくようになるから。ね、うんちもいっぱい出たからきっと大丈夫だよ。ね、ねんねしてな。なんかね調子悪そうですね。ご飯も食べないし、チュールも2ペロぐらいしかしなかったし、お腹はギル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 なってるんだよね。お腹痛い格好してるね。いいことによっては帰りにワンコ病院でも寄ってみようかなと思ってます。みみちゃんは元気出してね。病院来て和子さんの顔見たら元気になりましたんで、マスクかぶらせてます。かわいいね、それね。ちょうど合ってるね、うん、東京ディズニーリゾートマスクです。看護師さんですか。ナースだね。和子さんは爪切ってます。今病院に行ってきました。みーちゃん、和子さんの顔見たら元気になりましたよね。やっとよかった。おやつも食べてくれましたし、チュールも一本ペロッと食べました。はい、では帰りますね。気をつけて帰ろうね。夕方の散歩に来てます。今日4時まで病院いまして、で帰ってきて今4時52分。まあ割と
まあ、浦安の辺だけ混んでたかなっていう感じで、他は随分スムーズに来まして、はい、お散歩にも明るいうち来れました。アップルウォッチ聞いたら日の入りは17時5分だそうなんで、まあ、今日も昨日でしたっけ1分ぐらいずつ伸びてますね、はい、5時で明るいのは非常に嬉しいです。でいろいろ退院に備えて、まあ準備ってことじゃないんですけれども、今回は特に点滴の交換する練習とか、まあ、わざわざもう一回する必要もないだろうし、まだこれしてくださいっていうのはないです。酸素吸入かなんかがあるのかもしれないけど、それは多分機械がこっちのものを使うと思うんで、病院では練習しないかなと思います。ただボンベの口を開くだけでしょうからね、そんな難しいことはないと思いますんで、はい、まあ、うちはタバコは吸う人いないんで、火があるところつったらコンロだけですんでね、まあ、そこだけ気をつければいいと思いますだけかな、うん、帰ってきてほしいですね。やっぱり現金なもんで、ゆみちゃんは和子さんのとこ行った途端にお腹治った感じでした、多分大丈夫だと思います。チュールもおやつもいっぱい食べました。で僕がお昼食べ損なってたんで、やはり車の中でパン食べながら帰ってきたんですけども、そのパンも随分食べました。あれ前からワンコ来ちゃった。2匹いると吠えられるんでね。おやつポイントでおやつ食べてくれました。よかったです。普通に戻ってくれましたよ。心配しました。もうずっと病院に行くまではね、5秒とじっとしてられないっていう感じで、すごい音ばっかりだねここね。本当に四つん這いになっては横向き向いて起きて上がって、また四つん這いになってペタってなるとすぐ起きてというのを繰り返してましてね、本当に辛そうでした。でも良かったです。本当に和子さんが薬なんだね、みちゃんにとっては。和子さんにとってもみみちゃんが薬ですからね、良かったです。本当良かった一安心。帰ってご飯にしよう。朝食べてないのが残ってるでしょねえ。はい、安心して明日からまたよろしくお願いいたします。うんちはしないですか？